さあ、53皿目焼いていきましょう。52皿目の翌日に、焼こうとします。ちょっと前回ね、かなりブランクがあって、全然うまく銅製の鍋で焼けなかったんで、まあ、今回ね、ちょっと水の量を減らしました。最近いつも大さじ、まあ、全然わかんねえか。大さじ6で、水、使ってたのを、まあ大さじ4入って焼くことにします。ちょっと固めのだし巻き卵ができると思います。じゃあやっていきましょう。油返しはいつものように、し終わった後ですね。ちょっと編集がめんどくさくて、全然動画溜まってるだけなんで、動画の編集を手軽にするためにちょっと喋りながらやることにします。でも字幕とかねつけたりするのがめんどくさすぎて、言うて現状ね誰も見てないんですよ、ほとんど。たまになんかドラとかフラッと見ていただいてるんですけど、まあ動画クオリティ上げないと誰も見てくれないけど、誰も見てないのにクオリティこだわってらんないっていうか、きっとね皆さんその苦しみを、というかそのもどかしさ、ジレンマ感じながらやってんじゃないかな、底辺 YouTuber は。これもね半分日記と思ってやってます。何かの表紙に私が死んだ後に何百年か経って発掘されたらいいかなくらいの気持ちで、ちょっと火が強いな。そして火を弱めましょう。ついちゃいますか。さあちょっと火が弱いし崩れてしまってるけど、こっから立て直していきましょうか。やっぱね仕事しんどいとね、なんか別に声張る仕事じゃ全くないのに声が枯れてしまうんですよ。本当は朝焼きたいんだけどね、まあちょっと早起きできない性分でなかなかね、起きてすぐ焼ければいいんだけど、その卵を常温に戻さないといけないのが厄介ですよね。火が弱すぎる。これ全然なんか巻かれる気配がねえな。おお、ひっくり返ってくれ。やっぱりね、一回巻いた後に巻くのが一番難しいですね。
それでも水の量が少ないせいもあったか、だいぶいい感じに揚げてますね。まあそれでもテフロンの時よりもどうしても形が崩れてしまう。下手くそ。あとはそうか、ちょっと油が多いのかもな。でもこれはちょっとケチれない。まだなんか表面がボコボコになるのはなんか油が多すぎるせいの気がするんだよな。ちょっと怖がってるな、ひっくり返すの。やっぱちょっとビビってる自分より。決してね、その勢い任せに すごいスピードでひっくり返しちゃいけないんですけど、まあ、ちゃんと大きく振ってあげないとひっくり返らないんですよね。やめるか。まあ、ちょっと不格好だけど。ちょっと形を整えてあげましたが、もはやだいぶいびつになってるんで、こっからリカバリーは厳しいかな。よいしょ。ギリギリですね。ここでちょっと火を入れてあげないとくっついちゃうんでね。ちょっとラストも箸使わずに巻きたいな。刺して回せばね、これくらいの大きさでも問題ないというか、これくらいの大きさの方が逆にやりやすかったりするんですけど。いや、厳しいか。悔しいね。ちょっと火止めました。火止めるの早かった。チューってやって、チューってやって。こんな感じ。
まあそんな、まあ、65点決して悪い出来ではないが、もうちょっとこの程度で満足できる段階ではないですね。ちょっとじゃあ切ってみましょう。じゃあ切っていくわけなんですけど、ちょっとね、切るときのカメラの配置が全然定まってない。さすがに水が少ないだけあって、ちょっと固めの触り心地ですね。なあ、これいいんじゃないか。見た目悪くないです。まあこんなもんかなっていう感じ。まあ、どうしてもやっぱり穴ができてしまうのと、まあちょっとところどころね、焼きすぎて、まあ、茶色いシワができちゃってると。あともちろんね、ちゃんと綺麗に巻けてないから、巻き目が汚いですね。まあなんといってもこの側面ですかね。まあこれちょっと練習重ねるしかないな。まあとりあえず50皿目の時くらいクオリティに戻してから腕を磨いていくと。いただきます。うまっ。ああ、何これ。これくらいのがうまいな。ちょっとこれまで水多すぎたわ。まあ、だしがめちゃめちゃジューシーで、溢れるような感じがあって、まあ、見応えはあったんですけど、味はこっちの方がいいな。まあ、これ、卵焼きですね。正直ね、水大さじ6で焼いてた時はなんか味が茶碗蒸しみたいで、まあすごい美味しいんですけど、結局なんかこの味を極めておこうと思ったら茶碗蒸しにした方がいいんじゃないかっていう味だったんですね。こっちの方がなんか卵焼きの美味しさをなんか追求できる気がする。まあ逆に、水大さじ6の分量できちんと焼けるようになれば、大概のだし巻きは焼けるようになるので、まあ、練習としても、まあ、今までのいいかもしれないですけど、ちょっとしばらくね、大さじ4の方でちょっと練習してみたいなと思います。うまい。卵を焼いた時の香ばしさがこっちなんかすごい感じられる。とまあこんな感じでまた次も頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。